10月6日土曜日、阿戸川公民館で輝け自分力アップ講座が開催されました。互いの人権を尊重することの大切さを学ぶことを目的とした全3回の人権教育基礎講座で、最終回となる今回は褒め方の伝道師として活動されている谷口佳子さんを講師に、自分を褒めて周りを褒めて幸せ社会の作り方と題して講演が行われました。谷口さんは会場を巻き込んだ参加型の講演で、褒め方の極意と自分褒めのテクニックを伝授。参加者らは聞くだけでなく実際に体験することで褒めの効果を体感しました。講演会にはおよそ70人が参加。終了後には今日からすぐ実践しようという声が参加者から口々に聞かれるなど好評を博しました。